3月24日、古事記や日本書紀にも記された神武統制に関わる宇陀の伝承地を訪ねました。菅岩礼彦の命、すなわち後の神武天皇が日向の国を立ち、熊野に回って吉野から宇陀に入り、やがて大和を平定し、橿原の宮で即位されます。この間に残された宇陀各地の史跡伝承地を巡りました。最初は宇陀の桜にある宇陀の高木です。麓の道標に従って歩を進めると、急峻な坂道が山頂へと向かっています。坂を登り詰めると、開けた大地の上に石碑がありました。神武天皇御統制宇陀高木と刻まれています。この場所は神武天皇が八田ガラスの先導のもと、熊野から宇陀に入られた時に築かれた我が国で最も古い城跡とされています。神武軍の戦いぶりを伝える歌であるという久米歌の表示板が立っていました。宇陀の宇賀地村の豪族江宇賀氏を中して高木に凱旋し、音宇賀氏の共演を受けた時に歌われた久米歌。危機にもあるこの久米歌の冒頭には、宇陀の高木にしぎわなはるとあります。この宇陀の高木がこの場所だとされています。元来た道を麓まで下り、山裾を回っていくと、そこには桜見神社が鎮座しています。宇陀の高木の伝承地にあるこの神社の境内には、国の天然記念物である八つ房杉がそびえ立っています。ちょうど80年前の昭和7年に指定されています。一つの株から8本の幹が創生するこの杉の木は、伝説では神武天皇が高木に駐屯された時お手植えされた杉であると言われています。次に訪れたのは宇陀の宇賀氏の宇賀神社です。宇陀の調子によれば、祭神は宇賀氏神魂を祀った旧尊者であるとしています。宇賀氏とは古事記の表記で、日本書紀では宇賀氏となっており、いずれも江宇賀氏、音宇賀氏として兄弟の名で記記に登場しています。日本書紀は江宇賀氏を切った時、おびただしい血が流れ出し、その血を宇陀の千原というとしています。境内を出るとすぐそばを宇賀氏川が流れ、神武ゆかりの地の表示板がありました。この川に架かる橋は千原橋となっています。またこの辺りは神武天皇が八田ガラスに先導されて宇陀に入られた時の宇賀地の村であり、宇賀氏の地名が起こったところとしています。次に向かったのは灰原の八田ガラス神社ですが、その途中稲佐山の美しい稜線に出会いました。この灰原山寺の稲佐山も危機に現れています。山上には津賀薙神社が鎮座しています。その社殿の横に稲佐山の戦いを歌った神武天皇の歌碑が立っているのですが、稲佐山もまた神武統制軍の最前線であったようです。灰原高塚にある八田ガラス神社は、蜀日本紀の記載に基づいて慶運2年の創始としています。祭神は八田ガラスに化身したといわれる竹津海の命です。伝承では神武統制の折、竹津海の命は八田ガラスに化身し、神武天皇を熊野から大和へ先導したとされています。八田ガラスとは三本足の大きなカラスのことで、
境内にはこんな石像もありました。境内からは真正面に稲佐山が見えます。この日最後に訪れた神武ゆかりの地は灰原雨氏の宇田川の朝原と呼ばれたところです。式内入神社と読める石柱が立っています。ここから入神社への参道が続いています。もう一つの石柱には宇田川の朝原伝承地と刻まれています。同じタイトルを表示した案内板も立てられています。その説明では神武天皇が天神智義を祭り必勝のお告げを受けられた場所として日本書紀に記載されている宇田川の朝原はこの地と伝えられていると書かれています。入神社の祭神は高狼の神で拝殿の前の石段を上がると玉垣の中に本殿があります。この入神社の社地が朝原の地とされています。今年は後期2672年になります。そんな遠い昔に思いを馳せてこの宇田の地に残された神武統制の跡を訪ねました。終わりに伝承の地朝原の前に展開するこの光景を見て遥か彼方から八咫烏が飛んできそうなそんな錯覚を覚えました。4月15日宇田の岩橋にあります浄土真宗本願寺派無量山松鶴寺において宗祖親鸞聖人750回大恩喜法要と松鶴寺住職慶職報告法要が営まれました。定義宿となります法要委員長染田さんのお宅にお稚児さんが集まって来られました。仏教行事で道外に会場を拡大して儀礼を行う場合を定義と言います。多くの法要形式の中で最も重いものとされているそうです。定義宿での勤行が行われています。
慣れないお衣装を着て、落ち子さんたちもちょっと窮屈そうです。染田法要委員長のご挨拶です。本日は診断表に750回第4期法要に合わせて、無常団小学2年小島康則に定食法要盛大に行わさせていただきましたところ、私ども染田家に対しても今どきなかったことと申しますが、私自身大変光栄と喜びに満ちているところでございます。ありがとうございます。定義宿から法要委員長を先頭に稚児行列が松鶴寺に向けて出発です。ところどころで記念撮影です。ちらほら咲き始めた桜の下を行列は進んでいきます。お坊様のお衣装もなかなか絢爛豪華です。松鶴寺の門前にはちょうど1週間前に地元の皆様によって挙げられた鯉のぼりが今日の良き日をことほぐように泳いでいます。行列が松鶴寺に到着しました。皆様揃っての記念撮影です。
おごそかに鐘が打ち鳴らされ、法要が始まりました。本山より届けられた達書と祝辞の伝達が行われます。最初に松楽寺高沢ご住職により、松鶴寺小島康則ご住職に達書の伝達です。続いて小島ご住職にお祝辞が伝達されました。お祝いの言葉、奈良教区宇田南曽松鶴寺小島康則殿、この度外寺住職に就任され、報告法要を修行されるにあたり衷心お喜び申し上げます。思うに現代社会は急激に変化し、ややもすれば科学文明の進歩のもとに人間性が喪失されつつある現実を直視し、住職として使命の重大さを一層自覚され、問心と覚意と一致協力、現代人の心の灯火としての、おちごさんに今日一番のお仕事が割り振りされています。風に吹き消されないようにろうそくを持つお顔はちょっと緊張気味です。参拝者の皆様が検討されます。
次お花のおじまさんお願いいたします。献花がされていきます。剣具が蒸されました。大役を果たしたおちごさんたちが退場します。お坊様方が退出され、法要は終わりました。
本山よりのおしくじの中で、現代社会は急激に変化し、ややもすれば科学文明の進歩のもとに人間性が喪失されつつある。現代人の心の灯火としてお寺を守ってほしいとおっしゃっていた言葉が深く心に残りました。松鶴寺がこれからもこの地域の方々の、またここをふるさととされる方々にとっての心の灯火としてあり続けるようお守りされていかれることでしょう。星